はい、ワードツー。今日はですね、2018年の4月の16日、のりこの誕生日です。夕方の、17時26分です。よろしくお願いします。どうしようかね。よろしく。たまたまいらっしゃい。よろしくみんな。暑いな今日、やばいね。エアリングとかいらないの？暑いね。おー、わだめいらっしゃい。暑い今日。サウナだよ、サウナ。低温サウナだよ。おー、てんこちゃん、ありがとう。久しぶり。のんちゃんの今日誕生日。ありがとう。ありがとう、ちょっと。おい、笑い男、わだつ。ありがとう、わたあめ。ありがとう。そうそう。あ、ハート、ありがとう。彼女だよ。おめでとう、ありがとう。あっつい、あっつい。汗が飛び出るね。ありがとう。いいね、ありがとう。ありがとう、朝芽さん。ハートありがとう。靴なんか履きやすい靴買ってあげようかじゃ。柔らかい靴。湿度だよね、これね。絶対湿度だよね。ジメジメが半端ない。汗すごい出たよね。鼻のところに汗いっぱい出ちゃった。少し汗かいたらいいよ。健康にいいよ。お財布は？はい。いや、あるじゃん。え？違う、お財布買ってあげようか。ありがとう、セフィバエ。今、新宿らへんプラプラしてる。ルブタンの靴？ルブタンが分かんねえな。お財布は気に入ってんの？あれ、うん、気に入ってんの？どうしようかな。
のんちゃん、スニーカーとかね、そうそう、足が痛いんだよ、のんちゃん。だスニーカーは今から誕生日プレゼント買いに行く。水分補給了解。お祝い事だからみんなが祝ってくれた。いや特に決めてない。マーチンでもいいよ別に。ただ足が痛くなっちゃうの。どんちゃん。スニーカーの方がいいんだよね。辛いの。山田孝之似てないでしょ全然似てないよ。ケーキ買うよ。あートゲトゲいっぱいついてるやつか。あれはなんか若い人に人気のやつでしょ。20代とかのああいうのはもう30超えてああいうトゲトゲとかは恥ずかしいよ逆に。分かった分かった。なんかあの高いやつね、高級のやつね。あれはやっぱ10代20代とかでしょ。こんにちは。ビルケンシュトックの靴がいいの。足にいいのが。ビルケンシュトック。どこで売ってんだ。それ新宿に売ってんのかな。あ、アメジンありがとう。アメジンかのんちゃんおめでとうだって。ありがとう。スリッポン。スポーツメーカーのスリッポンは楽。これ33。ありがとう金魚鉢。ありがとうありがとう。みんなありがとう。みんながお祝いしてくれてる。スターバックスで何か飲む買う、うん、この書いてない。のんちゃん髪ね細いので、剛毛なの。サラッサラだよ。線の細い。新宿の東口にあるビルケンショックってどんなメーカーなの。なんか足にいい靴があるような。汗すごいね。サンダルなの、ビルケンショックって。ほいほい久しぶり。ありがとう、のんちゃんの今日誕生日。
わるくるもんね。そうやじゃ逆逆逆ぶつかるぶつかる。いいよ、じゃあそっちが行って飲んで書きやすいしおしゃれだって言ってる。やだ、靴やだ、靴がやなの、靴やだって、うん、はいおとつ家電はだ、家電でもいいし、なんか帽子とかね、カゴバッグがよくわかんないけど、バッグはもう買ったばっかり、ある、バッグはある。お食事はこの後行くよ。いや本当にね、多分欲しいものがないんだと思う。本当にない。ドイツのお医者さんが開発した足に優しい靴なんだって。ビルケンシュトック、やだ、見に行かない？見に行く？じゃあ、あ、ありがとう、花火ありがとう、ありがとうございます。東口だって。東口のどの辺？あ、車のキーケースとかいいかもね。じゃあビルケンシュトック見に行くわ。結婚は考えてないよ。どこに行けばいいんだろう、ビルケンシュトック。新宿だと、それ見に行こう。なんかおしゃれなのもある、サンダルとか、うん、はい、こんばんは。あ、ドイツの医師や看護師みんな履いてるんだ。ロッテリアってどこにある？え、新宿にロッテリアってあるっけ？暑いな、しかし中通っていこうか。中通れないのかな、もう暑い。地下道から行こうか。今ね、東南口なんだよ。東南口、暑い。南口のフラッグ側、南口のフラッグ側ってなんだ。ありがとう亀尾、ありがとう。はい、ワドツー、ヤナラッキーいらっしゃい。ありがとう、翔太さんもありがとう。楽しみよ。地下道あると暑いから。どうやって行けばいいんだろう、ビルケンシュトック。タワレコに入ってるルミネの横のビル、今あれなんだよ、東南口の交差点っていうか。どうすればいいんだろう。ありがとう。タワレコ入ってるルミネの横のビル、待って。南口抜けた方がいいの？東側の階段降りて西？何言ってるか全然わかんねえな。今ここなの。
右とか左とかで教えて。俺あれなんだよ、絶望的に地図が分かんないの。今ここ分かる？もう右とか左とかで案内してくれると嬉しいね。俺分かんないんだよな、こっち歩いて。こっちじゃない、バスタがあって、バスタがある、南口。左、じゃあ左行くよ。左ね、オッケー。ドラクエ方式で行こう。東とか西とかってよく分かんなくない？うん、東とか西とかがよく分かんない。新宿バスタの前、そうそうそう、はい、こんにちは。あっちひたすらまっすぐね。オッケーオッケー。帰りはさ、足痛いでしょ。タクシー乗ろ、シズランまで。オッケー、うん、行きだけ、行きだけね。オッケー。あ、新宿は大体こんな感じだよ。今日人少ないぐらいだね。あれ、ユナイテッドアローズが閉まってる。なんでだ。じゃあリスナーさんおすすめの靴をのんちゃん、あの足にあったらだよね。人はね、今日少ない方だね。全然もっと多いよ普段。ありがとう、おめでとう、ありがとう。ビルケンシュタイン。いや、最近ビルケンシュトックか。のんちゃん、今年も素敵な年にしようだって。はい。のんちゃんもう今梅雨だくだから。梅雨だく。足に合うのがあるといいな。新宿、新宿。おめでとう、ありがとう。のんちゃんが48歳になりました。プリプリの48歳です。ありがとう、アイテムありがとう。え、これを何、どうすればいいの？この中に入るの？このビルの中入るの？どうすればいいんだろう。階段降りるって書いてあったけど、階段降りるって。どうするんだろう。
階段降りたら左斜め向こうじゃないの、すぐ左に行ったらあれだよ、駅の方行っちゃうよ。あのパチンコ屋の奥を左じゃないの、パチンコを越えてね、はいはい、でその後は、そうすごいね。でどうすんだ？ビルケンストック。今はここ。左に路面店がある。ザラとかの方かな、どこだろう。今パチンコのベガス、ベガス左にお店があるんだ、どこだろう。すぐ着く、ありがとうね教えてくれて。のんちゃん、ビリケンストック、ビリケンストックっていうドイツの、あのお医者さんが作ったサンダルを見に行くよ。どこにある？じゃあビリケンストックっていうお店探して、左側だって。暑い。ビルケンシュトックだって、ビリケンストックじゃないって。どこだろう、ザラの近くか、もうちょい先か。ザラがあったよ。あ、ザラの先かな。あ、大丈夫足。え、どこだろう。え、行き過ぎ？なかったよ。のんちゃん、もう過ぎたって。え、どこ？見えなかったけど。もうザラだけど。ロッテリアが見えるね。ビリケンストックでしょ。ビリケンストック、ザラより手前。え、路面でしょ、1階でしょ。どこにあんの、右手どこにあんの。ビリケンストック、え、ないけど。え、どこ？え、そんなお店ないよ。ないけど、みんな。あった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 、あれだ。あったあった、ビリケンストック。じゃあここだ。2階だって。じゃあちょっと僕ら買い物に行ってきます、皆さん。ビリケンストックあったんで。ここここ。じゃあビリケンストック行ってきます。みんなアイテムありがとうね。お疲れ。いや、とりあえず見てみる、のんちゃんの。ありがとう、ビリケンストック着きました。お疲れ。じゃあみんなありがとう。誕生日みんなおめでとうって。あれって。タイムラグあるみたいな。あったあった。ありがとうね。
はいどうも、今日はですね2017年4月の16日、夕方の18時です。リスナーさんに教えてもらったねビリケンストックっていうサンダル屋さん試着したんだけど、ちょっとブカブカだった。一番小さいサイズでも残念です。のんちゃんの足に合わなかったわ。どうしようね。お手回り一服する。とりあえず汗止まんないね。何がいいんだろうね。うん、足がブカブカだったのんちゃんのには合わなかった。試着したらで、それ以上小さいサイズがないって。残念です。ちょっととりあえずジュースと一服タイムです。ありがとうね教えてくれて。タバコ吸おう。タバコ残念ながら足に合わなかったよ。ジュース飲もう。はい、わざと言う。何飲む？コーヒー。コーヒーどれがいい？アイスブレード。あれ？これ？はい、なんか。お客さんいらっしゃい。Thank you.
暑いね。これは普通に電車が遅れて駐車する。昨日の夜さ、カーズケーキに人身なの30分ぐらい電車が遅れうん、サイズが合わなかった。ちょっとブカブカだった。はい、いつも調べて。使っていいです。キャラクターみたいに違う。いや、確かに普通に。一個いいデザインがあったんだけどね。のんちゃん足小さいんだよ。 22.5 で一番小さい 22.5 を合わせたらブカブカだった。足は痛くないって言ってたけど、教えてくれてありがとうね。なんかもう汗が止まんない、滝のような汗。ね、暑いね。カーマさんありがとう、のんちゃんおめでとうって、ありがとうございます。そうそう、23だと多いんだけどね。どうしようかね。22だと子供靴になっちゃうんだ。そっか。女の人でも足小さい方なんだね。高島屋じゃプラプラするわ。なんか高島屋でさ、プラプラしてプレゼント見つけようよ。高島屋プラプラする涼みながら、なんかいいアイディアないかな。あ、涼しい涼しい。お、入ろうか。